結構泣いちゃったなって今本当少しなんですけどちょっと泣きすぎちゃったかなと思います。先ほどもまあ泣いてますけど、その涙どういった涙ですか？安心感と、女子が今までにない、なく初日で金メダル取れなかったこと、自分が取らなきゃいけないっていう、まあ、サラも負けちゃって、ヤコブも負けちゃって、金メダルの望みが自分とヒロエさんしかなくなっちゃって、一つでも増やさなきゃって思って、日本チームのためにも取らなきゃいけない金メダルで、ヤコブのためにも取らなきゃいけない金メダルで、自分の東京オリンピックのためにも取らなきゃいけない金メダルだと思ったんで、でも、嬉しさと安心感と悔しさとなんかいろいろと混じってちょっと言葉にするのがちょっと難しい。ゆかこちゃんからは試合前に何か言葉っていうのはあったんですか？ゆかこがちょっと泣いてたんで自分もちょっともらい泣きしちゃったところ時もあったんですけど、まあ、それ以降はゆかこもちゃんとあの相手が決勝戦に上がって敗者復活決まってしっかり今は切り替えれてると思うんで、自分が決勝行く前には特に言葉は交わしたりはしてないんですけど、ハグしてなんかなんとなく伝わったんじゃないかなと思います。階級は違いますけども連続しての金メダルです。階級は違いますけれども連続しての金メダルですけれども、すごく率直に嬉しいです、うん、何回優勝してもやっぱり国旗持って走るのって気持ちいいなって思いながらいつも一周回ってて、やっぱり、うん、自分の身の回りの人が喜んでくれるのが本当にやってよかったなって思える瞬間なので、はい、よかったです。明日はゆかこちゃんの応援に回ると思いますけれども、どういった言葉をかけたいと思いますか？しっかり試合見て伝わったんじゃないかなと思うんで、自分のことはごめんなさい、先に言わずにあのしっかりサポートしたいなと思います。代表以上です。他にありますか？自分が金メダルを取らないとっていうところはチームリーダーのような自覚っていうのは出てきたというところですね、はい、今大会はキャプテン頼むって任せられて、あの、世界選手権前の合宿からお願いされて、自分もやらなきゃって、いずれは自分も頼りきりちゃいけないので自分も引っ張る立場にならなきゃいけないっていうふうに思ったので引き受けさせてもらって、その引っ張ることができているかどうかわからないんですけど、はい、自分自身は自覚持ってできているんじゃないかなとは思います。少し女子で悪い流れが続いている中で流れを変える金メダルになるんじゃないですか？そうな、まあ、サラが同級生でメイカコもなんですけど、お二人とも本当に金メダル取ってほしいって思ってたのでびっくりする部分もあったんですけど、今大会は本当メダル取ってくれれば代表に決まるので本当に頑張ってほしい。その4点と取られた、テレビになります。大丈夫、大丈夫、まだですか？大丈夫、すみません、小野さんが負けたのを知ってそれから決勝を迎えるというところで気持ちの切り替え変化はどうとかありました？ゆかこが負けたことを知った時に一人だったので誰にもなんか話せないしどうしたらいいか分からなくて、あの会場にバスで向かってきてすぐにコーチに会ってちょっと話をして、まあゆかこ、まあ、私以上にゆかこ本人の方がやっぱり悔しいと思うんですけど、それ見る私もちょっと辛くて、でもここで自分が決勝勝たないとゆかこが自分ももしかしたらまたダメなんじゃないかって思うような気がしたんで、自分が12月負けた時はゆかこが黙々と練習する姿を見て勇気づけられたので、今度は自分が逆に試合でしっかり戦って勝ってる姿を見せてゆかこを勇気づけなきゃなって思います。特にその思いが届いたんだろうですね。そうだといいですね。じゃあ、乾杯でいきましょう。